アルゴ体験隊の大冒険は1963年に公開されたイギリスアメリカ製作の特撮映画。特撮の巨匠例ハリー・ハウゼンによるギリシア神話のヤソン率いるアルゴ戦探検隊の冒険を描いた作品。ゼウスの保護下にあるペリアスはアリスト王の宮殿周辺に起こった嵐により、また彼を殺害したことによりテッサリアの王座を奪った。しかし予言者は サンダルを片足のみ履いた、アリストの子により覆されると語った。予言を阻止しようと、ペリアスは、アリストの娘の一人である、ブリセンスを殺し、女神ヘラはこれを神殿への冒涜として起こった。ブリセンスは殺される直前、ヘラの像の腕の中に、アリストの幼子を置いた。ペリアスの企てに起こったゼウスは、ペリアスを失脚させるため、アリストの幼子を使うことを決心した。 20年後、成長したアリストの息子イアソンは、ペリアスが溺れているところに偶然遭遇し、彼を助けた際サンダルを片方なくしたためペリアスは、彼を認識する。王国を取り戻すために、神の贈り物である、金曜毛を獲得しようとする実直なイアソンに対し、正体を隠している。ペリアスは彼を励ますふりをしながら、彼が殺されることを望んでいた。イアソンは、 ゼウスとヘラと話すためヘルメスにより、オリンポス山に連れて行かれた。ヘラは彼の成功を望むが、ゼウスの命令により彼女は5回のみ、彼を助けることができることになった。ヘラはイアソンに、コルキスに行き金羊毛を探すよう指示した。オリンポス12神たち、特にゼウスは彼に助力を申し出るが、イアソンは自身で後悔し、船を混流し、人間の力だけで成し遂げることを誓い。 オリンピックを開催して、ギリシア中の勇者たちをセミンに選抜すると語った。神々の中でも、イアソンを最も助けたかったのであるが、イアソンの言葉に負けて、冒険の準備のために、彼を地上に返した。建造者のアルゴスにちなみ名付けられ、ヘラの加護を受けた、人類史上最初の大型ホブ船、アルゴ号で、イアソンの仲間、アルゴの歌いとなる栄誉のために、多くの勇士が、 ギリシャ中から競技に集まった。ヘラクレス、ヒュラスなどが選ばれ、ペリアスにより、息子のアカストスが妨害のため送り込まれた。ヘラの3回目の助けとして、彼女はイアソンをブロンズ島に向かわせ、水と食料以外は何も持ち出さないよう忠告するが、島内探検中、ヘラクレスは上に、聖堂の巨人、タロスがそびえ立つ、財宝倉庫から、 ヒュラスが注意したにもかかわらず槍投げの槍サイズのブローチのピンを盗んだため、タロスの眠りを覚ましてしまい、アルゴ号もひっくり返される。イアソンは再びヘラに助言を求め、タロスのかかとの円形の線を開けると、イコルが大量に流れ出ししに至った。タロスが地面に倒れる際、ヘラクレスが落としたピンを取りに戻ったヒュラスが潰された。ヒュラスが見つかるまで島を離れないというヘラクレスと、 彼を置いて島を離れようという他のアルゴナウイに悩まされ、ヘラに再度助言を求めた。ヘラは、これが最後の助けになると念を押し、ヒュラスの死はもう戻せないこと、ヘラクレスももう戻らないことを語り、予言を悪用したとして、ゼウスの怒りを受けて、会長ハーピーに拷問され続ける盲目の老予言者、ピネウスのところへ行くように語った。翼のある女性の形をしたハーピーは、 ピネウスの食事を奪い、残飯のみを与えていたのであった。イアソンたちがハーピーを檻に閉じ込めると、ピネウスはイアソンにコルキスへの航路を教え、お守りを与えた。コルキスへの道中、通行する船をことごとく沈めるホエル、岩の間を通らねばならなかった。イアソン一行がこの岩の下を通ろうとすると、大荒れの海に飲まれそうになった。絶望したイアソンは、時期になり、 ピネウスからもらったお守りを海に投げた。すると、トリトンが海から現れ、アルゴ号が通れる溶岩の間に立ちはだかった。イアソンらは、他に遭難したコルキスの船から美しい王女メディアラ三人を救った。イアソンの一行は、コルキスにつき、イアソンとアカストスは、どのように黄金の毛皮を守る、コルキスをアイエテスに近づくかで対立し、喧嘩となった。 アカストスは、非武装で海に飛び込んで逃げた。彼が死んだと思ったイアソンと、仲間たちは、アイエテス王の祝縁への招待を受け、そこで毛皮を取りに来たことが露見し、捕らえられる。イアソンの目的を密告したのは、アルゴ探検隊の一員のふりをしていた、ペリアスの息子アカストスであった。だが、イアソンと惹かれ合ったメディアは、彼と仲間たちを助け脱出した。アカストスは、 自分一人で金羊毛を獲得しようとしたが警護をしていた七本の首を持つ竜ヒュドラに負傷させられた。イアソンはヒュドラを倒し、金羊毛を手に入れた。追ってきたアイエテス王は女神へ糧に祈った後、ヒュドラの葉を地に巻くと、それぞれが骸骨剣士となった。この戦闘で矢が当たりメディアが負傷した時、彼女を治すためにイアソンは金羊毛を使用した。 彼はアルゴスにメディアを船に連れて行くよう頼み、イアソンと他の二人の仲間は、骸骨剣士と戦った。二人の仲間が戦死し、イアソンは崖から海に飛び込み、骸骨たちも後を追ったが海に沈んでしまった。イアソンは船にたどり着き、その後、彼、メディア、生き残ったアルゴナウ隊は、テッサリアへ戻った。オリンポス山ではゼウスがヘラにまた時が来れば、イアソンを呼ぼうと語る。 ペリアスを馬から川に落とし溺れさせたのを1回目、コルキスについて教えたのを2回目とする。ヘラはゼウスに、あなたは多くの人々の神なのに、あなたをもう信じなくなるともう何もしてあげないのねと語った。ゼウスはその通り。そして君はそれをわかっていて私といるじゃないかと返した。ヘラは笑って、あなたは私に弱いのねと言い、ゼウスは弱いのではない。 人間に近いのだと言った。ヘラは、アイエテス王に対し理由もわからないまま怒り、アプロディーテにいたずらなエロースを、ゼウスのバアドラステアによりゼウスのために作られた金のおもちゃで、説得させ、イアソンを助ける計画を思いついた。このおもちゃで遊ぶと良いと吹き込み、エロースが、おもちゃの矢を放つと流れ星のように、明るい光が空を横切りメディアに当たり、メディアは、 イアソンと恋に落ちた。レイ・ハリー・ハーゼンは、骸骨剣士の撮影に3ヶ月以上かけた。ありがとうございます。